はい、手前でーす。ティアゴスティーニやっていこう。久しぶり。52ですね。いやー、ちょっと皆様のね、言いたいことはわかるんですが、噂では、このディアゴスティーニ・バレンティーノ、なんと、完結したということで、52ですから、最終巻が確か、92かな。うん、だから40巻ディレイがあるということで、まあ私は、毎週楽しみにされている方と比べて2倍速で動いてますからね、当然です。はい、ドニントンでの給水ということで、もうそもそも給水というね、文字が合ってるのかどうかもちょっと分かんなかったです。はい、あ、マスターシリンダーですね。あ、これ見たいなぁ。やっぱこう、私も作業していて、マスターシリンダーって結構触れることが多いので、はい、これですね、ラジアルポンプと。わ、これめちゃめちゃ読みたいですね。何倍使ってるんでしょうね。まあ、やっぱり多分、19倍で合ってんのかなぁ。さすがに倍数まで書いてないか。まあ、単造品であるっていうのは書いてますけど、ここはちょっとさっと飛ばしていこうかな。はい。あ、これね、インターカラーって言われるやつですね。これ人気です。はい。あ、これ次ね。はい。さあ、どうやって開けていくんでしたっけ。久しぶりでちょっとあんまり覚えてないんですけど、確かこの、この、なんでしたっけ、A4 用紙の画面いっぱいに商品が入ってるんでしたっけ。ちょっと久しぶりで覚えてない。なんでやねん。はい。さあ、開けていきまーす。はいはい。そうですね。なんとなく思い出、なんとなく思い出してきましたね。確か1823円税込みだったと思うんですが、そんなに高い、お金を支払っているのにもかかわらず、全然部品が入ってないっていうのが確かこの、悪魔のシリーズディアゴスティーニだったんじゃないかなって思ってます。はい。ちょっと開けましょうか。うん。まあ、見た感じカーボンの部品でしたから、これですね。はい。まあ、エアボックスの上の方でしょうね。で、これはね、見えるかな、なんかチタンボルトっぽいですよね、この綺麗な。で、これが上なんだと仮定するのであれば、おそらくここに ECU 乗るんじゃないかなって予想してます。はい。あとはちょっと小物なんで、説明書見ていきます。よし、読んできました。入っていたのはさっきの蓋とこのちっちゃい、なんだろう、カプラーの先みたいなやつなんですよ。で、これをね、まあ簡単に言いますと、ここの、穴とここに刺して終わりっていうね、号なんですよ、この52は。で、その中で説明がこうA4 裏表っているかっていうね、この小学生の作文やなんやから、こう引き伸ばしがひどいよね、なかなか。はい。なんで、まあこれをパリッとつけていくという感じですね。これでも、あれ、ちょっと待って、これ、あれこれちょっと待って、破損してんじゃない。うわ、これ折れてるよね。うわー、マジ、うわー、マジ、これ、いや、もう嫌やわー。まあでもいいです、いきます。いやー、これどうなる。なんか前回1個破損してたやつがあって、まあこれね、持ち元では完成してますから、皆さんどうだったんでしょうね、仕上がった人は。僕だけなんかな。ちょっと待って、ちょっと飛んでいったよ1個。これね、あのバイクの部品とかでもたまに、あの部品が飛んでいったりする。あっ、セーフ。飛んでいったりすることあると思うんですけど、うん、やっぱり入らないんだな。ちょっと必須アイテム、ヤスリ取ってきます。うわー、なんか相変わらずネリッとした入り方ですね、これな。いや、怖っ。こっちが割れとるんでね、これきついよな。まあちょっとカウルついたら見えないから、よしとしましょうか。まあ接着剤ちょっとしとった方がいいな。ポロンって飛んでいきそうなんでね。はい。まあ、カプラーね、こういう MotoGP でこうしっかり抜け防止のカプラーみたいになってますね。ということで、52終わりなんで、まあ、次じゃあちょっと開けていきます。よし、次行こう。53ですね。はい。これね、飛ばさないように慎重に行かないといけないですからね。まあまあ、さすがに数字が1個ずつ増えていくだけですからね。飛ばしたりっていうのはさすがにないと思うんですけどね。組み立てられてる方1人、誰1人して。さあ、アラゴンの奇跡。アラゴンの奇跡って何でしたっけ？ゴロワーズのこの、ドカティに帰ってきてからかな。はい。ロッシの足元ということで。これブートアウトですもんね、バレンティーノはね。そう、ちなみに何回も言うと、私、フィアット時代、2008年のバレンティーノがね、結構好きでしたと。かっこいいんですね、2008年のカウル。これがね、2008の1個前ですね。エドワーズと、
チームメイトやった時ちゃうかな、このゼッケンの後ろが黒って確か、なんかそんな気がします。はい、さあこれで熱いそうですね。はい、見ていきます。ちなみに言ってること間違ってたらすいません。あ、違う違う、どけたらこれ この中に入ってるんやつ、薄すぎてこの中に商品が入ってることを忘れていると、それぐらい分かんなかったですね。段ボールしかないですもんね実際。はい、でしょうね。はい、うわちっちゃそう。開けていきます。あ、綺麗に開いたこともない。さて何やろな、もうなんか驚かなくなってるからね、ちょっと出しましょう。お、これは、はい、ちょっとねあえて出してから行こうか。この2つでいいか。あ、まあいいや、とりあえずこの2ついきます。はいはい、まあ色的にいくと、はい、これですよね。これ ECU じゃないですか、エンジンコントロールユニット。さあさっきの5で来たこれ、これこれにドックしそうな感じですよね、おそらく。あ、なんかちょっとぽいですね。ただ ECU って銀じゃないかな、黒なんかな、手抜き感がすごいんですけど、まあ一応ここちょっと塗ってるということでよしとしましょうっていうのと、あともう一個だけ、このまあ ECU 止めてるバンドでしょうね。はい、これは分かります。これはゴム、ん、ちょっと出してみようか、ゴムなんかな。そう、あ、これね見えるかな、なんやろこれ、え、ゴムのような気もするし違うような気もするから、ゴムだと思ってベローンって言ったらボキッと折れそうな感じがするんで、これ要注意ですね。はい、であと気になるパーツが1個見えるかな、これベータピンなんですよね。これ金属なのかな、あ、金属っぽいですね。これ普通のベータピン入ってます。はい、じゃあちょっと一応まあこう置く ECU を置くだけやと思うんですけど、ちょっと説明書見ていきます。よし、見てきました。まあ予想通りここにはめていくだけでしたという感じです。はい、いやーこれね、よいしょ、本当にもうあれですよね、全部92号だったと思うんですけど、完成してる方がもういらっしゃるということでね、私もこうツイッターで見たんですよね、やっと完成しましたみたいなね。で何のことやろうなと思って、あ、デアゴスティーニかと思ってね、あ、俺も作ってたなと思ってねちょっとねこう、うわ、なんか一応作ってる手前なんかこう見たくない、自分の作ってるので完成させたいから、ちょっと目を細めてね、うわっっていう感じで見ないようにしましたけど、ちょっとねなかなか忙しくてねちょっと作れなかったですけど、これどっちやろうな。いや、なんかでもやっぱりこうね、写真で見てたら伝わんないから、やっぱ実物を見たいなと思いますけどね。さあこれここでいいんかな、え、これどういうこと、あ、曲げていいのこれ、じゃあやっぱり、あ、そう、え、さっきちょっとなんか危ないって思ったけど、え、行きますよ、え、これ、え、怖い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 、え、ほんまに大丈夫これ、こう、刺す、刺す、え、いける、え、めっちゃ怖いねんけどこれ、え、むっちゃ怖いねんけど、え、もう行きますよこれ、ゴムなんこれ、え、教えて、ここまでの完成じゃないのよ、え、ちょっと待って、ストラップの一方を A に刺してもう一方を A に差し込む、いやーしゅ、これいけんの、カチカチやでこれ、え、内側、あれ、寒いから固まってるだけ、これ絶対折れるよこれ、え、いくよ、いやこれ無理なんやけど、これあかん、もう何回かしたら折れると思う。でもこれここ刺したらもうあと刺されへんと思うねんけど、あ、入った、これ大丈夫なんか、こっちはめてあかんかった気するぞ、いけ、ですよね、いやいやこれ、え、ですよね、え、これ何でできてるかだけ教えて、ゴムなん、ここをこう L 字で
指示してちょっと癖づけるみたいな感じが見えます。これここふっふっふっぬっぬっ、あ、行った行った、臭いね。うわ、これすごいな、めっちゃ怖いわ、震えるわ。はい、こんな感じかな。いやいや、鼻からこう L 字で形状記憶で送ってよ感がすごいけど、まあ、一旦多分あれやね、ここのエッジのところのここを先に90度でちょっと余裕を持たせることでここの入りを固くできるんじゃないかな。はい、いや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 、この短い工程でどんだけ緊張せなあかんねんと。はい、次で、あ、そうだね、出てきた出てきた、ついに、よいしょ、でん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 、これほんま久しぶりに見たわ。よいしょ、これ下は置いていいんやったっけ。はい、この上に置けと書いてます。ここだね。はい、あ、なんかちょっとパッと見ただけやけどすごいっぽいな。置くだけでいいのかな。よし、くそ大きいな。いちいち怖いねんなこれマジで。いきなり刺さらんけど。いや、ちょっと待って、これ分かったぞ。ちょっと待って分かったぞこれ。見えるかな、これやっぱ破損してるよねこれ。やっぱりそうやわ、入らんと思った。ほらこっちまっすぐですもん、これほらこっち曲がってる、あのピレリタイヤの耳のひげみたいな感じです。いやこれ破損やん絶対、ここも折れてたし。いやこれめっちゃ切ないわ、ここも抜けそうやし。いやこれどうしたらいい、接着剤、接着剤、強引にまっすぐ、あっ、はい、ということでね、綺麗にはめることができました。でさっきのベータピンがね、ここに分かるかな、スコッと入ってこいつが、まあ、浮いてこないようにというかクイックにリリースできるようになってます。まあ、このねピンのおかげで例えばここの柱のねところ折っちゃった人とかもこう浮き上がりを防止するという風になってるんかな。まあ、こういう風にねなってます。はい、で反対側なんですけど、これねピン刺さらないです。前回ね破損してたところですね、すごい鬱陶しいです。はい、っていう感じです。さあここから破損祭りなんかな、すごい怖いんだけど、まあとりあえず、何回も言いますけどこれ重大きいんですよね。とりあえずこうちょっと自立できるように早くちょっと行ってほしいかなっていう感じです。はい、だからここまででね、あの何て言うかな、交差交差交差のしわ寄せで適当に組んでたところって多分つかなくなっていくんですよ。こっからが多分ねもう迷宮入りというかすごい難しいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、今回は以上ですね。ありがとうございました。